2010年第1回日本語能力試験懲戒 N2 問題 1, 1, <番>1大学で男の人と女の人が話しています。女の人はこの後何をしますか 青木さん、何見てるのああ、これ。アパートの情報が載ってる雑誌。今、アパートを探してるんだ。そういえば、山田くんって最近、引っ越ししたんだよね。どうやって部屋探したのそうだな。もちろん不動産屋にも行ったんだけど、不動産屋に行く前に、家賃とか日当たりとか、気になる条件をノートに書き出して整理してみたよ。 それは一応やったんだけどね。そうなんだ。あと、住みたい街に実際に行ってみるといいよ。運が良ければ歩いているうちに良さそうなアパートが見つかるかもしれないし。住みたい街はもう決まってるのうん。一応候補あるの。今日はもう授業ないし、これからちょっと行ってみよう。 女の人はこの後何をしますか二番女の人が友達と話しています。女の人は地震に備えて何をしておけばいいですか こないだの地震、かなり揺れて怖かったね。地震が来た時のために何かしとかなくちゃって思ってるんだけど、実際にどういうことをすればいいのかなやっぱり、怖いのは家具が倒れることだから、本棚とか背の高い家具があったら壁に固定した方がいいよ。ああ、でも、うちの家具、みんな背が低いから、それは大丈夫かな。そっか。あ、 それから避難用のセットはあるすぐ持ち出せるように水や食べ物を入れた袋は必ず用意しといた方がいいってテレビで言ってたよ。あ、それは持ってないな。どこで売ってるのデパートとかにあるよ。じゃあ探してみる。あとは、うちの人と話し合って家族の避難場所を決めておいた方がいいよ。あ、でも、今家族はみんな海外に住んでるから、それは関係ないかな。 いいろいろありがとう女の人は自信に備えて何をしておけばいいですか 3> 3番 電話で病院の診察の予約をしようと思っています。今日の午後の診察を予約するには、どの番号を押せばいいですか山川病院自動予約システムです。最初にご希望のお日にちを4桁の番号でご入力ください。5月3日なら0503となります。ただし、 本日の診察をご希望の方は、日日ではなく、001とご入力ください。次に、午前中をご希望なら、続けて01。午後なら02。特にご希望のない方は、09と入力してください。 午後の診察を予約するには、どの番号を押せばいいですか？4番。会社で女の人が男の人と電話で話しています。女の人は。 同僚の田中さんにどんなメモを書きますか。はい、富士出版です。お世話になっております。桜印刷の山川ですが、田中さんはいらっしゃいますか。お世話になっております。あいにく田中は席を外しておりまして、2時からミーティングがあるので、その前には戻る予定ですが。そうですか。実は先ほど私が留守の間、田中さんからお電話をいただいたようで。 明日の会議の件だと伝言があったのですが。そうですか。では、田中が戻り次第、山川さんに折り返しお電話差し上げるよう伝えましょうか。お願いできますか。はい、かしこまりました。女の人は、同僚の田中さんにどんなメモを書きますか。 5番大学で男の学生と先生が話しています。学生はこの後、まず何をしなければなりませんか先生、先日お渡しした論文の件なんですが、見ていただけましたでしょうかうん、よく書けてましたよ。いくつか字の間違いがあったのと、参考文献の書き方にちょっと気になる点がありましたけどね。 はい。あとは、このグラフの値、これで正しいですかえーっと、あ、すみません。直したはずだったんですが、古い方のデータです。大事なところだから、まずはここだけ直して、すぐ見せてください。はい、わかりました。あ、それから、今年から提出部数が3部になったから、忘れないでね。 学生はこのあとまず何をしなければなりませんか問一番。 うちで息子と母親が話をしています。息子は明日、どこに行くと言っていますか明日、午前中から出かけるからね。ああ、友達と釣りに行くんだったよね。うん。それが、その友達が先週自転車で転んで、足怪我しちゃってね。今入院してるんだ。 じゃあ、お見舞いに行ってあげなくちゃ。うんうん。明日はね、あいつのアパートに行くんだ。えそん時の自転車が修理に出してあってね。治ったから明日配達してもらうことになったんだ。そう。店に取りに行ってもいいんだけど、俺が乗ってまた壊しちゃってもまずいし。それはそうね。あいつ一人暮らしだから、代わりに俺が受け取るってわけ。そうなの。それはご苦労様ね。 息子は、明日、どこに行くと言っていますか二番女の学生と男の学生が話しています。男の学生が就職する会社を選んだ理由は、 何ですか就職決まったんだって先輩に紹介してもらったあの会社うーんあそこも採用の連絡はもらったんだけど決めたのは先生に紹介してもらった会社そこだと大学で勉強したことを活かせそうなんだそうそれは良かったね仕事はハードだし帰りも遅くなるらしいんだけどねでも 残業代つくんでしょまあ一応ね。それより会社が遠くて引っ越しもしなくちゃいけないんだ。それがちょっとね。でもまあ決まってよかったじゃない。そうだね。給料はそんなでもないけど頑張ってみるよ。男の学生が就職する会社を選んだ理由は何ですか 三番。大学で男の学生と女の学生が話しています。男の学生はどうして怒っていますか。おはよう。おはよう。あれ。今日授業二時間目からだっけ。うん。一時間目からだよ。ねえ。聞いてよ。 今日、学校に来る時の電車のことなんだけど。うん。どうしたの今朝、事故があったみたいで、いつもより電車が混んでてね。うん。それはしょうがないと思うんだけど、電車を降りようとしても、ドアの近くにいる人がなかなか動いてくれなくて。ええー。それで、すみません、降りますって言ったんだけど、結局降りられなくて。ええー。大変だったね。次の駅まで行っちゃったんだよ。 そうなんだ。男の学生はどうして怒っていますか。4番。会社で。 女の人と男の人が話しています。男の人はどうして禁煙することにしたと言っていますかあれタバコをやめたのうん。禁煙したんだ。へえ、前は医者に吸うなって言われても吸ってたのに。うん。実は結婚してからね、家族への影響も考えるようになってね。そう。 確かに、タバコは吸う人だけじゃなくて、周囲の人にも悪いって言われてるよね。うん。はじめは難しいかなって思ってたんだけど、駅とか吸えない場所も増えてきてるし、もう結構続いてるんだ。そう。最近タバコも値上がりしてるし、ちょうどいい機会かもね。男の人は、

木村です。明日の勉強会のことなんだけど、悪いけど急に行けなくなっちゃったの。風邪をひいたからバイトを代わってほしいって頼まれちゃって、私もこの前旅行した時代わってもらったから断りにくくて、急でごめんね。あと、借りてた本返すの、今度大学で会った時でいいかな。また後で電話するね。じゃあ、 女の人はどうして勉強会に参加できませんか6番会社で男の人と女の人が話しています。女の人はジョギングを始めて 一番良かったことは何だと言っていますかそういえば、先輩、ジョギング始めたそうですね。そうなの。最近流行ってるらしいから、流行りに乗ってるみたいで、なんだか恥ずかしいんだけどね。<laughs> ジョギングすると体力ってつくもんなんですかうーん、そうね。前に比べたら疲れにくくなったかな。 それによく眠れるよ。そうですか。いいですね。うん。それにね、実は何より気持ちの面でもすごくいいんだ。なんていうか、例えば嫌なことがあっても落ち込みにくくなったり。へえ<ー>。だからね、どっちかっていうと、心の健康のためにしばらく続けてみようと思ってるんだ。 女の人はジョギングを始めて一番良かったことは何だと言っていますか問題3。 一番大学の先生が授業で話しています先日、リンゴ農家の方に頼まれて講演会で話してきました。今、リンゴ農家ではネズミによる被害が問題になっています。ネズミがリンゴの木をかじって、ひどい時には木が死んでしまうこともあるんですね。いいリンゴを作るためには、 ネズミの行動を知らないと対策が立てられません。そこでネズミの研究をしている私が講演をしたというわけです講演のテーマは何でしたか <S ?1, 1 <S ネズミの行動について 2, 2ネズミの種類について リンゴの被害について4リンゴの育て方について 2> 2<番>留守番電話のメッセージを聞いています。 東旅行の田中です。あの、お問い合わせいただきました韓国行きの件でご連絡いたします。ご希望の飛行機は、あいにく席がいっぱいでして、キャンセル待ちか、次の便への変更が必要となります。次の便でも午後4時には到着しますので、セミナーには間に合うかと思います。こちらは、まだ空席がございます。えー、私は、 午後8時頃までは店におりますのでご連絡いただけますでしょうかまたホテルのご予約なども受けたまわっておりますのでよろしくお願いします何についてのメッセージですか1飛行機の予約 2> 2旅行会社の営業時間3セミナーの日程4ホテルのキャンセル3番。 テレビでアナウンサーが話しています。今日は山田美智子さんをゲストにお迎えしました。山田さんはお子さんが生まれたのをきっかけに専業主婦となられました。そのため家庭の収入が減り自然と節約するようになったそうです。今では色々と工夫するのが楽しくすっかり節約が趣味になっているとのことです。今日はその中から 毎日の生活の中ですぐ実践できることを紹介していただきますので、どうぞメモを用意してご覧ください。この番組のテーマは何ですか ?1 仕事を続ける工夫 2, 2収入を増やす工夫 3お金を節約する工夫4家事の時間を節約する工夫4番大学のサークルのリーダーが話しています土曜日は 小学生との交流会お疲れ様でした。子供たちはみんなとても楽しんでくれていましたよね。先生方や保護者の方も高く評価してくださったようで良かったです。ただ、場所に問題があったように思います。最初は広くて動きやすくていいなと思っていたんですが、逆に広すぎて子供たちと距離がありました。 次回、来月のクリスマスパーティーでは、内容だけじゃなく、このような点についても気をつけたいと思います。えー、皆さんは何か気づいた点はありませんかリーダーの話の主な内容は何ですか一小学生との交流会の内容。 小学生との交流会の反省点。3。クリスマスパーティーの内容。4。クリスマスパーティーの反省点。五番。 男の人と女の人が話しています。転職して1ヶ月経ったんだよね。どう新しい会社は。うん。最近やっと慣れてきたかな。覚えることがたくさんあって、結構夜も遅いんだ。そうなんだ。うん。前の会社はあまり忙しくなかったから、その点は良かったけど、単調だし、誰でもできる仕事だったからね。 今は責任ある仕事をさせてもらえるから、それが一番の魅力かな。毎日大変だけど、楽しいよ。女の人は、新しい仕事について、どう思っていますか ?1、簡単で、楽しい。2、忙しいが、 面白い単調でつまらない仕事は多いが簡単だ問題4。 一番、あ、台所の電球、切れちゃったよ。一、あ、電気、もう消すね。二、え、新しいの買ってこなきゃ。三、うん、台所、きれいにしてね。 2番。2> いらっしゃいませ。何かお探しですか ?1。ああ、ちょっと見てるだけです。2。2> い,いえ、さっき来たばかりです。3>, 3。はい、なんでも結構です。 3番。やるだけのことはやったし、あとは合格発表の日を待つだけだね。1。本当に悔しいね。2。2> もう少し頑張るしかないか。3>, 3。今度こそ受かりたいよね。 4番あの、お茶でもいかがですか ?1 お世話になっております 2, 2はい、大変美味しかったです 3, 3すみません、どうぞお構いなく 5番。ねえ、山田さん。参加できないのなら、もう少し早く教えてくれなくちゃ。1。え、連絡が必要だったんだ。2。2> そう。今度は教えてもらえるといいね。3>, 3。少しでも早く参加したかったんだ。 6番。確か、明日中学の時のクラス会だったよね。行くんでしょ ?1。楽しみにしてるんだ。2。2> 楽しんできてね。3>, 3。楽しいでしょ 7番、昨日、また電気つけっぱなしで寝てたね。1、つけといてくれたんだね。ありがとう。2>, 2、だって、暗い方が好きだから。3、3> ごめん、本読んでて寝ちゃったみたい。 8番。さっき言ってた本、今度貸してもらえると嬉しいんだけど。1。こっちこそ助かったよ。2。2> うん。忘れないようにするね。3>, 3。じゃあ悪いけど、お願いね。 9番。あの、こちらで山田課長とお会いする約束なんですが。1。お会いできてよかったです。2>, 2。はい、少々お待ちください。3。3> 確かにお約束いたします。 10番。ああ、田中さんのご主人ですか。はじめまして。1。大変ご無沙汰しております。2。2> はい、相変わらずです。3>, 3。妻がお世話になっております。 11番昨日ね、この角で自転車にぶつかりそうになっちゃったんだ。1>, 1。危ないんだよね、ここ。2。2> へえ、痛かったでしょう。3。ここは問題ないよ。 問題51番図書館で女の人が係員と貸し出し用 CD について話していますすいません子供が好きそうな歌の CD を探してるんですけどこの4月に小学校に入ったばかりの子なんですがえーっと こちらが子供向けの CD コーナーです。みんなで歌おうっていう CD が人気があるんですが、えー、っと、ああ、あいにくみんなで歌おうは今貸し出し中ですね。そうですか。えっと、それからこちらの懐かしい子供の歌は昔懐かしい小さいお子さん向けの歌ですね。それと、こちらのアニメの歌は テレビの人気アニメの歌を集めたものです。へえ、いろいろあるんですね。息子にはアニメより私が子供の頃歌ったような歌を聞かせたいですね。ああ、あといろんな国の子供の歌を集めた CD もありますよ。世界の子供の歌っていうんですが、こちらです。ああ、でもこれ外国語なんですね。やっぱりさっきのにします。 女の人は今日、どの CD を借りますか ?1、1> みんなで歌おう。2>, 2、懐かしい子供の歌。3、アニメの歌。4、世界の子供の歌。 2番 2> 男の人と女の人が明日の旅行コースの説明を聞いています。えー、明日は皆様にお選びいただけるよう、コースを4つご用意しました。それぞれ半日のコースなので、午前に1つ、午後に1つ、1日に2つのコースを自由に組み合わせてご参加いただけます。まず、リラックスコース。 こちらは温泉をのんびり楽しむコースです。ワクワクコースは畑での収穫、牧場での動物との触れ合いを体験いただくコースです。ロマンコースではドラマでも話題になりましたお城を訪ね、歴史を肌で感じていただきます。最後に欲張りコース。このコースでは地元名産のそばを味わっていただいた後、大型ショッピングセンターで お買い物もしていただけます。どれにしようか。二人で一つずつ好きなの選んで一緒に回ろうか。そうね。あなたはやっぱり温泉うーん、そのつもりだったんだけど、さっきの説明聞いてたら、いろいろ体験してみるのも悪くないかなって。今ってなかなか自然を感じるチャンスもないし。いいわね。でも、そばはいいのそばも捨てがたいけど、 今回はやっぱり体験かな。そう。じゃあ、一つはそれね。私はドラマで見てからここのお城気になってて、一度見てみたかったんだ。じゃあ、今回はそれでいこうか。質問1。男の人はどのコースを選びましたか 質問2女の人はどのコースを選びましたか